エコノミークラス、エコノミークラスとは旅客機の客席の基礎となる座席区分のことである。略号 Y、国外では高チクラスやスタンダードクラスとも言う。船の区分ではツーリーストクラスに相当し、鉄道では三等車と呼ばれた。旅客機における座席区分の一つで最も基礎になる区分、クラスである。国内線や近距離国際線、格安航空会社は、 エコノミークラスのみが設定されているケースが多く、国際線の場合はさらにビジネスクラスが中長距離国際線やビジネス客が多い国際線は、さらにファーストクラスが設定されることが多い。1 9二十年代以降に旅客機による旅行が本格化し、旅客機の収容人数が増えて、客船や鉄道などと同様に機内客室が上級席と普通席にクラス分けされて、 以降、上級席はファーストクラス、普通席はエコノミークラスと呼ばれるようになった。なお当時はエコノミークラスは機体全部に置かれることが多かった。その後1945年8月の第二次世界大戦の終結に伴い民間航空が再興され、また軍で使用されていたダグラス DC-4B などの輸送機が格安で払い下げられたことから、 アメリカや一部のヨーロッパ諸国で航空旅行が一般化してきた1940年代後半以降から1970年代に至るまでほとんどの大手航空会社は IATA と航空会社各国政府の間で決められた事実上のカルテル金体系を維持しており乗客は割高な国際航空運賃を一方的に押し付けられていたこのような状況であったこともあり 多くの国では旅客機での外国旅行は富裕層などの限られた旅客のものとされていた。そのために、カイクラスといえども、そのサービスはあくまでファーストックスに比べて簡素という程度のものであった。しかし1970年代初頭に、それまで主流であったボーイング707やダグラス DC-8 などのジェット旅客機の倍程度の座席数を持つ、 超大型機であるボーイング747が登場し、航空会社が販売する座席供給数が急激に増えて、これまでの運賃では乗客を確保できなくなった結果、カルテルは自然崩壊し、団体割引口カラー券などの格安航空券が市場に出回るようになった。その上に、1978年にアメリカのジミー・カーター政権によって施行された、 航空規制緩和、リレギュレーション。新規航空会社の設立や、路線開設が事実上自由化されたの影響もあり、各航空会社利幅が急激に減少したことから、シートピッチの縮小や、機内サービスにあたる、客室乗務員数の削減、歯ブラシや歯磨きなどのキットの廃止、アルコール類や機内映画、イヤホン貸し出しの優勝費下げ、 この二つは1970年代まで IATA により優勝で提供することと決められていた機内食の選択が不可などそのサービスはコストを意識したものとなっていった1970年代以前は座席の幅こそ現在よりも大きかったものの蒸気のようにアルコール類や機内映画の優勝提供機内食の選択が不可というような航空会社が多かった しかし1980年代以降の国際線における急激な競争激化を受け、それらのサービスの無償化や選択の多様化が図られたほか、中長距離国際線を中心に、個人用テレビの装着や機内食の選択肢の増加、個人用機内電話の装着などサービスの充実が図られているものの、その反面、最も乗客あたりの収益率が少ないクラスということもあり、 コスト削減策は以前と変わらず率先して図られている。上記のようにエンターテインメント関連を中心に技術の向上を受けて追加されたサービス内容も多いが、蒸脈血栓促栓症、エコノミークラス症候群を引き起こす可能性のあるシートピッチの差は大きな問題となっており、航空会社に訴訟を起こすケースも見られている。 新幹線等日本国内の他の輸送機器に比しても非常に狭いスペースであり長時間の輸送に耐えうるスペースが確保されていないという批判が高まっている。特に近年は中長距離国際線においても座席の前後幅の法的規制ギリギリまでの縮小だけでなく横幅の縮小によりボーイング767型機で横7列から8列に スカイマークやヨーロッパの格安航空会社など、ボーイング777型機で、横9列を10列に、全日本空輸やエミレーツ航空など増加させ、1機、あたりの座席数を増やすなどの策が取られている。他方、長距離国際線を中心に70センチメートル台、後半であった、シートピッチを80センチメートル台後半にまで伸ばし、プレミアムエコノミーなどの名前で、 割増し料金付けたサービスが新型機を中心に行われているほか、血栓即戦症対策に改良したフットレストを装備した会社も多い。主に中長距離国際線でのもの、エコノミークラス普通運賃と呼ばれるキャンセルや日程変更などの制限が少ないものが基本運賃として設定されているものの、実際は航空会社自らが販売する正規割引運賃、 PEX 運賃や旅行代理店経由で販売される団体割引運賃、IT 運賃が主に販売されている。なお、これらの割引運賃は普通運賃の半値以下で販売されるケースが多いものの、キャンセルや日程変更の制限が大きい上、マイレージポイントの加算が少ない、社によっては100%を加算する場合もあるなど、様々な制限が加えられる。 これらは通常発見された航空券上にアルファベット1文字で表されている。また予約するあるいは下、旅行代理店などに尋ねれば教えてもらうこともできる。特に近年はビジネスクラスはフラットシートの導入など座席スペースの拡大、地上ラウンジや特設カウンターの提供、機内食の充実などのサービス改善の結果、 エコノミークラスとビジネスクラスとの格差が拡大したため、この間を埋めるべく、普通運賃利用者向けに座席スペースを拡大し、機内サービスなどを充実させたプレミアムエコノミークラスなどの中間、上位クラスなどといった区分を設ける場合も出ている。ビジネスクラス第4のクラス参照。通常のエコノミークラスの座席の下部にレックレストを装備し、肘掛けを跳ね上げ、 レッグレストを座面の位置に持ってくることで3列分の座席がベッドになるシート。チャイナやアラインやニュージーランド航空など一部の航空会社で導入されている。カウチシートはエコノミークラスの一部に設定されており、大人1人、子供2人、または大人2人、子供1人のようの他にも、大人1から2人での利用も可能。利用するにはエコノミークラス運賃の他にも、 人数に応じた追加料金が必要。なお、エールフランスなどのヨーロッパ系航空会社は、カリブ海路線等のリゾート路線を中心に、エコノミークラスとは別に、バカンスクラスを設定しているケースが多い。これらは、パックツアー客や格安航空券の顧客向けに提供されていて、エコノミークラスよりもさらにシートの間隔を詰めサービスを簡素化したクラスとなる。 ビジネスクラスとエコノミークラスと合わされた3クラス制度で運行されている。また、かつて運行していた日本エアシステム、現在の日本航空では MD-81、87、92ボーナスシートを設定していたシートの背もたれの下げ幅に制限があるなど塗り心地が悪く、かつ胴体後部にエンジンがあるため外の景色を見ることができない上、 騒音が大きい最後部の座席を大幅割引で販売していたもの。詳細は日本エアシステムの項を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。